皆さん、こんにちは。本日も仕事と遊ぶ1分動画を配信させていただきます。今日のテーマは、一瞬で相手と距離が近くなる質問ということです。皆さんは、お客様との心の距離が近くなるために何を意識していますか？私は、相手のお話を聞くということをとても気をつけています。その中でも、気をつけているのはこの質問の内容です。私はですね、まずここ。相手の現在を聞く。現状を聞くということですね。どんなことをされているのか。そしてそれはどんな思いがあるのか。というところです。そしてその現在の中でも、個人の、お客様個人の経験だったり、思いだったりを聞くようにしています。なぜ選んだのか、なぜその選択肢があったのか、そしてお客様自身が何を大切にしているのか、お客様の価値観を知るように心がけています。そしてその次に、その中で現状の中での悩み、不安、欲を聞くようにしています。何を解決したいのか、そして大切なのは本当に解決したいと思っているのか。ここはとても重要です。そして最後に、お客様の未来についてお話を聞く。思い描く未来はどんなものなのか。どんな人たちに囲まれているのか。そしてその時、お客様はどんな感情なのか。この感情を聞くというところはとても重要です。皆さんもお客様と未来を共有できるようになりたいですね。